はい、どうも。いや、参ったぞ、今日。いや、動画の内容とはちょっと関係ねえんだけどさ、前向きでちょっと話したいんだけどさ、今さ、休みで、夜、休みだと俺、ほとんど外食に行くんだよね。で、まあ、ほとんど、ラーメン食べに行くんだけど、まあ、美味しいラーメン屋がうちの近所でね、締め切ってんだよね、結構ね。なんでいろんなとこ回り歩くんだけど、で、特に俺、なんていうの、まあ、豚骨も好きなんだけど、背脂が、ちゃっちゃっとね、ギットギトに入ってるのが大好きなんだよね。脂ギトギトのやつが、年の割に、もう60なのにさ。まあ、若い時からずっと好きなんだけど、まあ最近やっぱり年食ったせいなのか何なのかわかんないんだけどさ、食べて、車で帰ってく途中で催してくんだよ、お腹が。なんか。で、今日も催してきたわけよ。もうね、焦った。家着いた途端にもうトイレにね、飛び込んで、もう、なんつうの、ズボンを下ろした瞬間よ、もう。なんつうの、こう。ズボンをザッと下ろした瞬間、このコンマ何秒でダーッつんでね、ものが出たわ。もうほんのコンマ何秒遅れたらもうズボンがもうやばかったかな。っていう感じ。まあ過去にも結構何回かそれあるんだけどね。ほんとやばかったよ。ズボンを下ろした瞬間のあのコンマ何秒で出たからね。もう。やばかった。でもさ、まあ、過去に、何十回っていうか、もう30回以上はそういうことはあるんだけど、若い頃から。ズボンを下ろした途端にこう、バッって出るとね、出る感じね。まあ、その後よ。後っていうか、まあ、まだ最中なのか、トイレの。いやー、もうあの瞬間さ、もう死んでもいいって思っちゃうね。ほんと、間に合ったなーっていう安心感と、なんか勢いよく払った、あの感じ、気持ちよさっていうかな、うん、爽快感。もう、これでもう死んでもいいって思っちゃうね。毎回。まあほんと死んじゃ困るんだけどさ。まあ今日もそうだったわ。やっちゃったわ。やっちゃったらいねえんだけどね。間に合ってほんとよかった。はい。そんな、汚い話です。はい。で、今日はね、ちょっとね、撮影の前に、新しいカメラ、今いつも撮ってるカメラと、ちょっとこれで試したいんだよね。これです。オズモアクション3。今回買いました。はい。買いましたというか、いただいたというかさ、まあ、あまり多くは語れないんだけど、提供いただいたっていうかさ、まあ、いろいろあるわけや。まあ、そんな感じでちょっとね、これからこのカメラにちょっと変えて、どんな感じかなテスト撮影していきたいと思います。さあ、どうですかね。今、オズモアクション3の方の画像なんだけど、4K の60フレーム。どんな感じだろう。で、これさ、今、大事なもん忘れてきた、俺。これにつける、三脚につける、金具っていうか、それをさ、ちょっと、あるところに置いてきちゃったんだよね。なんで今、手持ちです。まあ、ちょっと、軽く手、テスト撮影だけしたいと思ってね、今日やりたいと思ったんだけどね、それ、三脚につけるやつがねえわ。今、手持ちでやってる。で、今日ね、本来の目的、案件というか、レビュー動画です。はい。レビュー動画ね、いつものお世話になってるスルーナイトさんにまた商品をご提供いただきました。これです。今日なんつうの ?T2! スルーナイト T2 ってやつだね。で、まだ送られてきてまた一回負けてねえんだわ。何にも見てねえんで、これから開封していきたいと思います。で、このままね、手持ちだとできないんでね、
また元のカメラに戻します。はいはい、ということで元のカメラに戻しました。いやー残念、ちょっと今日は最後までこのオプションオズモアクション3でね撮影しようと思ったんだよね。実はね大事なもの忘れた。ほらオズモアクション3ね、これ便利なんでね、裏にねここねマグネットでねガシャンっつってね、三脚つける金具をねワンタッチでつけられるすごい便利なもの、それで忘れてきちゃった。参ったわもう。はい、せっかく楽しみにしたんだけどな。まあそんな感じです。まあこのカメラね、メインではこれからほら暖かくなったら渓流釣りの動画を撮るんで、今年からねちょっとこのカメラをねメインで使っていただきます。で今回テスト撮影でよければねもう一台ちょっともらおうかなともらおうかとかちょっとわかんねえんだけど、うん、その作戦でいようかなと思います。まあいいわ、本題行こう。はい、ちょっと喉が渇いたな。はい、ほんじゃあのスルナイトさんの、T2 っていう懐中電灯ですね、 LED のフラッシュライト開封してきます。さあどんな、いいよ。あ、まずなんだかよくわかんないけど、簡単な、なんか注意書きみたいなのが書いてある紙ですな。はい。まあ、これいいでしょう。で、本体。本体が、はい。じゃん、こんな感じです。この向きかな。はい、こんな感じです。こっちが T2 って書いてあるね。で、大きさはこんな感じ。まあ10センチちょっとぐらいかな。11センチかそこら。こんな感じ。うん、ちょうど手に持っていい感じのフィット感の大きさだね。で、まあ、こういう金具ね、胸ポケットなんかにこう、吊り下げられる金具ついてます。スルナイトさんのね、この向きと、この、今ちょっとポケットないんだけど、これいいか。あ、だろ、無理だな。ちょっと無理だね。この向きと、あとこの逆さまにも、こう、ポケットにこれ、差し込める金具がついてるんでね、非常に便利です。まあ、形状はそんな感じですな。はい。で、あと入ってるものは、取扱説明書っすな。まあ、スルーナイトさんのいつもついてる取説です。日本語、ドイツ語、あと中国語、英語ですな。四角語の取説ついてます。はい。で、あと、付属品。まずドリル、これからいくか、簡単な。充電ケーブルです。Type-C の充電ケーブル、ついてます。あとね、ホルダーですな。まあ、腰のベルトとかにこう、つけるようなホルダーでした。こういう感じでね、入れる、ホルダーですね。こんな感じで。まあ逆にも入れられるかな。まあ普通はこんな感じかな。こんな風に収められる。んで、こういう腰のベルトに通したりとか、あとリュックサックのこういうとこなんかにも付けられるかな。はい。こんな感じのホルダーが付いてます。で、あとは、いつも付いてる、スルーナイトさん。ストラップ。まずは、ストラップですな。まあ、いつもついてるストラップと一緒だね。はい。あとは、またついてるオーリング。これね、ここの充電池が入ってるところの防水の予備のオーリングですな。が2本ついてます。で、あとは、これね、ここの充電端子。ここ開けると、
タイプ C の端子があるんですけど、ここの防水カバーのゴムですな、の予備が2つついてます。はい。付属品はそんな感じかな。はい、といった感じで、じゃあ、あれやっていこう。明るさテスト。早速。で、多分、これね、操作スイッチはここの1箇所のみです。ね。後ろも何もないし、この1箇所のみです。で、それで成田さん、多分このままだとつかなくて思いますね。このスイッチ入れてもつけません。使う前に、これどっち側だろう？こっち側？ここか。ここね、充電池入ってるところはギューっとこうね、ちゃんときっちり締め直さないと、通電しないように、こっち輸送されてきますんで、使う前には必ずギューっと締めてください。相当通電するんで。で、これ電気入ると思います。はい、入りましたね。これ一番暗いファイアフライモードだね。こっち側のこうなると思う、ファイアフライモード。まあ、こっちだと全然わからないね。んで、操作方法は？うん。なるほど。まずね、長押し、さ、一発目長押しですると、ファイアフライモードってこういう一番暗いモードですな。で、これでオフにすると一旦消灯となります。で、普通にポチッと入れてもらうとつきます。これが、なんだ？全然相変わらず解説なんか読まないからね。ちょっと待ってね。ポチッ。これハイモードかな？一発押すとハイモード。で、これで長押しでやっていくと、ローモード。ん？これがロー、今ローモードだね。んで、ミディアムモード。ハイモードですな。これが今ハイモード。で、ダブルクリックでターボモードといった感じです。まあ、とりあえず部屋の照明消してちょっと試してみよう。よいしょ。で、ポチッと。はい。で、いきます。まず一番暗いファイアフライモード。これは全然わかんないけど、もうカメラの画像に映んねえけどね。こんな感じ。カメラ正面に光に来るとこう映ってるかと思うけど。で、これはまあいいでしょう。で、ポチッと一発押すと、これローモードかな？まあローモードが30ルーメンだね。で、もう一回押すと、ミディアムモードが全然見えねえ老眼で。366ルーメンかな？うん。で、もう一回押すと、あ、はい、ハイモード。明るいね。まあ、通常多分使う頻度の高いのはこのハイモードだと思うんだよね。ハイモードだと、1712ルーメン。で、3分間。だけです。まあ、3分間出すと熱持ってくるんでね。自動的にその後、明るさが732ルーメンまで下がります。まあ、そういった感じですな。まあ、でも明るいな、この、すげえな。で、もう一回押すと、消灯といった感じです。で、その上にまた、ターボモードってやつがね、一番明るいモード。それをダブルクイックで、ピチッと。嘘だよな。グリーンのハイモードもんね。で、ダブルクリック。はい、ターボモード。ターボモードだと、3757ルーメンです。
すげえわ。ただし3757ルーメンは2分間だけですね。熱持っちゃってくるんで、あとは入院後には自動的に725ルーメンまで明るさが落ちますが、まあ十分だよね。すげえな、このサイズでこの明るさなんだ。相変わらずセルナイトさんも違うな。いいわ。なんかでもいつものセルナイトさんの光の感じがなんか違うような感じがするんだけど、どうだろう。なんか全体的に真ん中だけちょっと明るいんだけど、もっと全体的にこうすごい広い範囲で明るいのが出てるんだよね。うん、ちょっと俺も記憶もいい加減だからさ、ちょっと定かではないんだけど、なんかそんな感じする。まあ部屋での検証はそんな感じですが、はい、あ、だいぶ熱持ってきたわ。やっぱこの先端が結構熱い。はい、まあそうだな、この大きさであんだけの明るさ出すと相当な熱やと思ってたな。まあ、こういった感じで相変わらずね、プレゼンなんか全然見ないで説明しちゃったけど。まあ、どうしよう。まあ、これは当然、ちょっと外での撮影に検証したいね。うん、ビットも。これは俺は、多分俺、このサイズ感、なんか、一番いいような感じするんだよ、俺にとってはね。うん。ポケットに入れたり、こういうとこ。あの釣りの時にね、まあ、釣りの時は昼間だから使わないけど、万が一山の方ので遭難して夜になっちゃったりした時に、あのリュックの中に入れておくサイズ的にはこのくらいがいいんだよね。あの重量もそんなに重たくないし、リュックのポケットにも入りやすい感じなんでね。一応ね、万が一のためにはね、いつもね、釣りのあのリュックの中には、こういう非常用のライトを持ち歩いてます。まあでも今、一度も使ったことはねえな。遭難したことないから。はい。まあそんなところで、これから外の検証をやっていきたいと思います。はい。はい。スルーナイスさん T2 の夜の前、明るさの検証に来ました。近くの公園です。まずね、ファイヤーフライモードから行こうかな。ファイヤーフライモードちょっと長押し、2、3秒長押しすると、そういう感じ。まあ全然ちょっとわからないね、光はね。こっちこう光向けると、カメラから向けると、ついてるとわかるんだけど、照らすと全然わかんない。で、一旦オフです。で、通常の明るさ。はい、これがね、これハイモードかな？ローモードから行ってみよっか。ん？これローモード。桜をちょっと咲き始めたんで、桜をちょっと照らしてみます。まあ、肉眼だとね、よく、まあまあまあ見えるんだけど、カメラだとちょっと厳しいかな。こんな感じです。駐車場を照らすとこんな感じ。まあ、10メーターぐらいまでが肉眼でやっと見えるかな、つぐらいだね。まあ足元はこんな感じでよく見えるんだけど。じゃあ次。ミドルモード。ミドルモードこんな感じです。ミドルモードだとだいぶよく見えるね。ちょっと離すか。こんな感じ、距離。桜の木全体に照らすとこんな感じ。で、駐車場。これだともうだいぶ遠くまで見えるね。50メーターがそこら先までよく見える。肉眼で。カメラでもおそらくよく映ってるんじゃないかと思います。で、ちょっとこっちの建物も映るかな。微妙だね。ミドルモードだと微妙だな。はい。じゃあね、次。ハイモードいきます。はい、ハイモード。ハイモードでもうこれすごいです。まあ、これがハイモードが一番使うモードかな。頻繁に使うモード。もう桜の木全体がこう綺麗に映ってますね。で、なんか花粉なのか埃なのか、ちょっと待ってるもよく映ってると思うんですけど、こんな感じでね。で、駐車場全体映すとこんな感じ。もうこれだとね、100メーター以上は遠くまで肉眼でよく見える。
カメラでも相当遠くまで映ってるというのはよくわかると思うんだけど。で、こっちの建物を映すとこんな感じ。まあ遊具があるんだけど、これ俺よくわかんないんだよね。保育園なのかなんのか。公園の敷地内にあるんだよね。まあそんな感じです。で、ずっとまた戻って、駐車場、桜の木がこんな感じで、やっと咲き始めました。東京方面なんかもう散り始めてるんだろうな。はい。じゃあ次ターボモード。ターボモードはね、ダブルクリック。はい、ターボモードです。ターボモードすごいですね。明るいですね、やっぱり。まあ、これはね、ちょっとね、時間制限あるからね、かなり熱持つんで。こんな遠くまで。はい、すごいです。駐車場全体こんな感じ。ずっとね、で、ぐるーっと持ってガードレールがあって、で、なんか、保育園なのか幼稚園なのかよくわかんないけど、その施設が、建物が、公園の中にあるんだよね。ずーっとね。で、グランドとか、ジャングルジムとかね、ブランコとか。もう素晴らしいっすわ、これ。まあでも駐車場が一番わかりやすいかな、距離的にね。こんだけの車止めるスペースの、あの白線のラインがよく遠くまで見えると思います。こうちょっとライトを上に照らすと結構わかりやすいですね。こんな感じでなんか埃も回ってますね。だいぶね、埃なのか花粉なのかよくわかんないけどさ。はい。で、空もちょっと照らしてみる。空を照らすとこんな感じ。今日天気いいね。星がよく見える。こんな何が舞ってるんだろうね。これ埃なのかな。普段もこんなのが舞ってんだよね。みんなこれ吸ってんだよね、みんなな。そら花粉症の人はなるわな。こんなのが通常に舞ってんだもんな。はい。で、一応フラッシュモードやっておくか。フラッシュモードトリプルクリック。これ難しいんだよね。ん？はい、なった。やっとなったわ。はい。まあ、フラッシュモードあまり使うことないけど、一応ね、お試しでこんな感じですよって感じで撮影しておきます。もうね、なんか、虫が飛んでんだよね。ガッというかね。もうだいぶあったかいしな。はい。まあ、こんなもんでいいだろう。で、最後、ターボモードで締めくくるか。はい、ターボモードで桜を締め映して今日の夜の検証を終わりとするかな。はい、駐車場もちょっと遠くまで映しておくか。はい、そんな感じでスルーナイスさん T2 の夜の明るさの検証結果こんなもんです。素晴らしいです。はい、買って間違いないです、このサイズでね。まあ、手のひらサイズとまではいかないけどね、12、3センチの大きさで、この明るさ、すごいっすね。はい、そんな感じで、検証撮影終わります。ありがとうございました。あ、ほんでね、これ、いつもスルーナイトさんのレビュー動画の時に説明してるんだけど、スルーナイトさんの製品を、商品、アマゾンで買う時に、あるやり方を、キャンペーンの申し込みのやり方があるんですよ。それをやると、おまけでちっこいね、LED ライトがタダでもらえるんですよね。確か値段ね、999円出たかな？ Amazon のここで。それがね、タダでもらえるんで、そのやり方をね、概要欄に貼っておきますんで、注文したい方はぜひ、それ、やり方やってみてください。おまけでもらえるんでね。ぜひとも、そんな感じで、やってみてください。はい。以上で今日は終わります。ありがとうございました。